2020年政令指定都市相模原市。去年の台風第19号により甚大な被害を受けた市内の復興が最重要課題。またいよいよ今年7月に迫った東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会、その重要拠点となっているのが人口72万人を超える我が町相模原市です。自転車ロードレースにおいては競技の開催地として、またブラジル・カナダのホストタウンとして大切な役割を担うことになりました。今年相模原市にとってこれらプロジェクトを成功させることが重要。本日は本村市長とともにオリンピックイヤーを迎えた2020年の相模原市を語っていきます。市長と語る2020年の相模原。市長、本年もよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。新年を迎え、まずは市民の皆さんにご挨拶をお願いできますでしょうか。はい、令和2年をですね、新春を迎えまして、平成からまた新しい時代と移り変わってですね、2年目を迎えますが、しっかりと相模原市民の皆さんと対応しながら、開かれた姿勢を今年も1年間作ってまいりたいと思っております。去年2019年は市長、そして相模原市にとってはどのような年だったのでしょうか。はい、昨年はですね、私が7月に市長に就任して以来8月が経過したわけでございますが、昨年10月のですね、台風第19号被害が非常に甚大でありました。私ども相模原市は都市部と自然のベストミックスしたですね、相模原市でありまして、その自然を有する津久井地域で甚大な被害がございまして、8名の尊い命が失われですね、本当に心からご冥福をお祈りいたします。そしていまだにですね、元の生活に戻れない皆さんがたくさんいらっしゃいます。そういった中で、道路の寸断やそして断水、停電といった問題などさまざまな課題もございましたが、72万市民の皆さん一丸となって、そして近隣者はじめ全国の皆さんからのご支援によって、今復旧復興に向けた取り組みを行ってございます。そして7月にはですね、オリンピックの自転車ロードレース競技のですね、プレイベントが行われまして、1万人の皆様が、応援に駆けつけていただきましたし、また市内外からですね、600名を超える皆さんがボランティアでお手伝いいただきまして、世界のですね、本当自転車ロードレース競技の本当素晴らしさを体感させていただきました。そして私どもは、はやぶさのふるさとと言われておりますけれども、はやぶさ2のですね、タッチダウンが竜宮で行われまして、この成功を見届けてですね、いよいよ今年はやぶさ2が、この宇宙から地球へ帰還をするという、時期を迎えてまいりますので、楽しみにしております。そしてですね、私どもが11月にですね、リニア中央新幹線新駅の起工式が行われまして、いよいよ東京名古屋間を結ぶ中間駅として、私も初めてですね、中間駅で起工式が行われ、そして私ども車両基地もですね、緑区の戸谷という地域に作れる予定でございますので、そういった意味では1年1年リニアのですね、いよいよ競技開始にも近づいてきたなという実感がしております。今年は東京2020オリンピック・パラリンピックがありますが、相模原市ではこれをきっかけとした各国ですとか外国人への取り組みなどはありますでしょうか。はい、私が市長に就任する前からですね、加山市長を先頭にした、市の皆さんのですね、力によって、ブラジルや、カナダのですね、ホストタウンとして選手の皆様をお受けする予定でございます。特に今年はですね、いよいよ東京オリンパラリンピックもございまして、事前キャンプで皆様をお迎えして、そして市民の皆さんとですね、ぜひ多くのですね、接する機会を作っていきたいと思っております。世界のですね、本当にレベルのですね、高い、やはりこのオリンピックの選手の皆さんをですね、体感していただいて、相模原市の皆さんの活力になればいいというふうに思ってます。そして相模原市は一部がオリンピックの自転車ロードレース競技のコースにもなっているんですよね。はい、非常に楽しみですね。はい、いよいよですね、今年7月の25日に男子、26日に女子のですね、自転車ロードレース競技が
武蔵野森公園をスタートして富士スピードウェイまでですね、男子が244キロ、そして女子が147キロ、そのうちのですね30キロ相模原市内を駆け抜けていく予定でございますので、まあ、そういった中で非常に私たちもですね、昨年のプレイベントでも大変成功いたしましたが、今年もですねしっかりオリンピックチケットフリー、いわゆるチケットなしで見れますから、ぜひ全国からですね多くの皆様にご参加いただいて応援してもらいたいなと思っています。私も非常に楽しみです。その市内を通過するコースの見どころなどありますか？はい、まあ、東京を出発してですね1時間ほどして相模原市内に入ってまいります。でまず緑区の橋本というですねリニア中央新幹線新駅ができる、まあ、都市部に入ってまいりまして、そして旧小倉橋というですね私たちの相模原の母なる川相模川を渡ってそこから中山間地に入ってまいりますが、まあ、おそらくですねオリンピックの中で初めてこのレースの駆け引きが始まるのがこの津久井地域に入ってからですね、非常にこうアップダウンがあるものですから、かなり選手の皆さんの駆け引きがここで見られるということで楽しみにしております。ね、去年7月には先ほどお話にもありましたけれども大会の本番ともほぼ同じコースでテストイベントレディーステディ東京自転車競技が開催されましたが、その大会はいかがでしたか？はい、これはですね本当に私も初めて自転車ロードレース競技見たんですけども、あんまりも速くてスピードがびっくりしましてね、あっという間にいなくなってしまうんですね。ですから私は大会当日は少し中山間地で坂登るところちょっと見てみたいなという思いもしてます。見どころ満載ですね。はい、ぜひですねご覧いただければと思いまして、はい、本当に先導する車もバイクもものすごい勢いでいなくなって、まあ、足立っていきますし、自転車においてもですね本当に60キロぐらいで走行してますから、うん、本当に一段となって走る姿を見ると感動しますね。東京2020オリンピック・パラリンピックが終わった後というのも非常に大切だと思いますが、この大会後のレガシーとしてはどのようなことをお考えですか？はい、私たち相模原市はですね非常に平坦な町でありまして、非常に多くの市民の皆さんが自転車を愛好しています。お子さんたちからシニア世代の皆さんまで、サイクルツーリズムをですね、実践していきたいと思ってますし、またぜひですね、まあ、今回、まあ、緑区を中心に自転車ロードレース競技が行われるわけでございますが、国際大会をですね誘致していきたいと思っております。オリンピックといえば飛び込み競技の坂井翔選手が東京オリンピックの出場選手内定第1号になったことについて非常に嬉しいニュースでしたよね。そうですね、私ども相模原市中央区にですねお住まいになっておりまして、まあ、2大会連続の出場をですね、しっかり勝ち取っていただいて嬉しく思いますし、もう相模原全体でですね一丸となってこの坂井さん応援していきたいと思ってます。そしてですねこれからまた私どもは次に続く世代の皆さんもですねオリンピックを目指している方々がいまして、私どもの小山公園のニュースポーツ広場というところにはですねスケボーなどもですね、まあ、練習できる施設がございまして、ここでですね今次のオリンピックを目指している若い選手もいますので大いに期待していきたいと思ってます。坂井翔選手ももちろんですが、その他にも相模原市には期待を持てる選手いらっしゃいますよ ね。はい、今年ですね南区にあります光明学園相模原高等学校の3年生に白井空さんがいらっしゃいますが、私どもの相模原市中央区の小山公園ニュースポーツ広場にですね通ってスケートボードをですね日々練習してきた選手がいます。その白井さんがですね視聴室にもお越しいただきましたが、まあ、今回オリンピックを目指しておりまして、私たちもぜひですねこの相模原市政でこのニュースポーツ広場、まあ、全国的にも珍しい施設なんですが、この施設からですね新たなチャレンジャーとしてぜひこのオリンピックに向かってほしいなと思ってます。そして私どもはですね白井さんの活躍もそして坂井さんの活躍もそうでありますし、先ほどお話した自転車ロードレース競技のですね開催によりまして、やはり津久井地域の、本当に台風第19号で被災した地域をですね走り抜けるわけでございますが、ぜひこの大会をですね実現させ成功させて被災した皆さんはじめですね復旧復興のシンボルとして私たちは応援していきたいと思っています。
東京オリンピック・パラリンピックまでもう間もなくというところですが、はい、このオリンピック・パラリンピックのこの機運の醸成に関してはどのような取り組みあるんでしょうか。はい、昨年の8月にですね、アリオ橋本におきまして、1年前イベントとしてですね、東京オリンピック・パラリンピックの、機運醸成イベントを行いました。特に市民の皆様にはパラリンピックのですね、さまざまな、スポーツに、接していただくのにですね、私自身も例えばボッチャを経験したりとか、車椅子バスケを体験したりとかですね、さまざまな体験をしてまいりました。それから10月にはですね、選手村のですね、に対しまして、先ほどお話したように私どもは津久井地域のですね、大変自然を有する地域でございまして、神奈川県民の皆さんの6割のお水を供給している水源林がございます。ここからですね、津久井散財という、これから私たちはブランド化してもっともっと押し出していこうと思うんですが、この津久井散財が選手村に使われるということもございましたし、また今年の3月にはクラシックコンサートを予定しております。この文化漂う相模原というのをですね、 PR するべくオリンピック・パラリンピックにかけまして、このクラシックコンサートを予定しておりますし、またこれまでですね、市内の全小中学校児童生徒に対しまして、パラリンピックのですね、さまざまなスポーツに、チャレンジしてもらう機会を作っておりまして、例えば先ほどお話したような、車椅子バスケ、これをですね、子どもたちに乗ってもらってですね、体験してもらうとか、さまざまなですね、パラのですね、理解を、増していくためにも経験をしてもらってます。私ども相模原市は、子どもたちからシニア世代の皆さんまで共生社会の実現というのを目指してますので、まずはお子さんたち、子どもたちにですね、パラのスポーツのですね、醍醐味も味わってもらいたいと思ってまして実施をしております。そしてですね、今年には、私どもはいよいよ聖火リレーも6月30日に予定をしておりまして、セレブレーション会場として橋本公園で行われる予定でございます。1964年のですね、の時際にも、私ども聖火リレーを市内で実現したんですが、今回2度目ということでございまして、1964年に、この聖火リレーを見た方もですね、また本市で 2度目見る方もいます。私のようにまだ、今年50歳になるものですから、初めてこの聖火リレーを見る者もいますので、ぜひ楽しみにしていきたいと思ってます。東京2020オリンピック・パラリンピックまで残り半年とも、相模原市もどんどん、盛り上がりを見せていますが、改めまして市長、この2020年市民の皆様にメッセージをお願いできますか。はい、いよいよですね、東京オリンピック・パラリンピックイヤーが、幕を開けました。今年は1年間ですね、72万市民の皆さんと一丸となって、まず津久井地域の復旧復興に全力で引き続き取り組みを進めてまいりますし、またオリンピックのですね、開催にあたりましては、市民全体で、この盛り上げていきたいと思っています。特にオリンピックのチケットが、当たらなかったという方もよく聞くんですが、自転車ロードレース競技はチケットがいりません。ぜひ、神奈川県内全国の皆さん、7月の25日26日両日のオリンピックにお越しいただきたいと思っています。そしてこの1年間私自身もですね、対話を繰り返しながら相模原市の魅力、このシビックプライドの醸成に1年間また努めていきたいと思っています。どうぞ多くの皆さんからのご意見お待ちしております。よろしくお願いいたします。市長、今日はどうもありがとうございました。 ありがとうございました。市長、そして相模原市にとっても期待が膨らむ年になるようお祈りいたしております。 ありがとうございます。本当にしっかり頑張ります。